2019年の M1 3位のぺこぱ松陰寺太勇さんが現役高校生のお悩みを解決。今週は敬愛高校からお届けします。今日は1年生夏村葵さん、周りの目が気になる、安心して学校生活を送るには、僕の他クラスで の、 その悪い噂ばかりが、その先行してしまって、悪い噂が流れてるってしてショック受けちゃって、どうしたらそう自分を強く保てるのかなと。あ、そっか、自分のことに対して周りがどう思ってんのかすごい気になっちゃうってことか。はい。あ、なるほどね。気にしなくていいんじゃない。確かにすごく気になる時期ではあると思うし、なかなか全部、そういうのシャットアウトしてるの難しいけど、噂話してるやつって自分に関わりある人？関わりないです。ないやつはもうほっといていいんじゃない。自分がどう感じるかを、僕は他人にどう思われるかよりも、重きを置いていきたいなっていうのは思ってんだけど、はい、もちろん僕もネットで僕の悪いことを言う人いるけど、まあそう思う人もいるよなっていう、全員に好かれようと思ってない、そもそも。なんかそれがすごく自分が気持ち楽になれる方法の一つかなっていうのは思うけどな。いるでしょ、だって自分の周り、友達近い人。はい、仲良くしてくれる人は。 そうでしょ。その子たちは夏村君に対してそういう感情を持ってないわけでしょ、おそらく。だからそれでいいと思うよ。みんなに好かれようっていうのは難しいことなんで、これからも周りに一緒にいてくれる友達を大切にしていこうかと思います。本当そういうことだから。